どうも、矢野東ゴルフ TV プロゴルファーの矢野東です、はい、今日なんですが、はい、久しぶりに視聴者の皆さんから集めたコメント欄に、はい、書いていただいた、はい、質問を矢野プロに答えていただきたいと思います。素振りについての質問なんですが、素振りの素朴な質問です。傾斜地で、ダブル可能性があるのでは横を練習的に、本番の振りをするのも良くないものですか。いや、ありですね。傾斜地はやっぱりバランスが取りづらいので、例えばこう左足が下がってるとか、つま先が上がってるとか下がってるとかっていうところで一回振ってみると、ああこんな感じで体ってこう傾斜に持ってかれるんだみたいなのは感じた方がいいから、僕らもやっぱライが悪くなればなるほどちょっと素振りの回数増えるかもしれないですね。他の傾斜は全部打てるのに、うん、つま先上がりだけ当たらないと、どういう練習をすればいいですかっていう質問です。当たらないっていうのはクラブに当たらないのか、それともすごい左行っちゃうのか、どっちなんだろうな。結局傾斜がこう前が上がってくるとすごくボールが捕まりやすいって、左行きやすくなるからびっくりするぐらいこう左行くことがあるんですけど、そっちなのか、もう根本的に当たらないのかで、根本的に当たらないくても左に行っちゃってもどっちでもいいんですけど、やっぱりもうつま先上がりの鉄則はクラブをひたすら短く握るってことなんで、まあラインによって違うと思うんですけど、まあこのぐらいまではしっかりもう短く握っちゃっていいと思います。つま先上がりね、こうなるってことですよね。短く握ることで、うん、そのさっき言ってた2つの根本的に当たらないのも、そうそうそう、左に行くのも解消されやすい。マックス短く握って、それでもダメだったらもう一回言って。はい、ピボットターンの動画に来てた質問なんですけども、うん、テイクバックで、左膝が、内側に入るのはこれはいいのでしょうか。全然いいと思います。要はこういうことっすよね。うん、いいと思いますよ。やっぱりでもね、あんまりその入れないようにこうこらえたりとか、結局その左膝がこう内側に来るとか来ないとかっていうのはやっぱセットアップの時の重心位置だったりする場合が多いので、あとはその人の可動域とかだったりする場合があるから、好きな選手の動画とか見ると思うんですけど、あこの選手は膝が内側に来てないから内側に来ちゃダメじゃないのかなとかって思うんですね、やっぱりこう動画見てる人っていうのは。でもあんまりその明らかにその細かくてそのダメだっていうこと以外はあんまり意識しすぎちゃうと逆に良くないことの方が多いかな。なので別にテイクバックした時にこう自然に膝が内側に来るのは何の問題もない。矢野プロの、スイングのトップの滞空時間を真似したいのにできない、どういう意識なんですかっていう。真似しなくていいっすよ。あんまり好きじゃないんで。あ、そうなん。自分ではテイクバックしてってこう切り返しの時に少し下半身が先行すると結果的に上と下がこう引っ張り合いが起こるんで間ができるんですね。多分間ができない人っていうのは結構こうなんていうのかな、体と手がこう一緒に動いちゃうパターンの人が多いんで、でもそれっていうのはまあ結構指導に問題があって、まあナチュラルにこう上と下のこう時間差を作りたいんだ、作ることによって結果的に間ができるんで、それをどうしても作りたいっていう人はテイクバックの時にやっぱりヘッドを先行させないことですね。ヘッドを先行させちゃうとどうしても今度またヘッドを先行させてこないと当たらないから、どちらかというと手元からこうテイクバックをしていくようなイメージですね。こういうイメージ、そうするとクラブをずっと引っ張ることができるんで、まあ結果的に少しトップで間ができるのかなっていう気がするんですけど、本当はねあんまりその結局こう上と下のこう間っていうのは振り遅れの原因になったりするんで、あんまりおすすめしないっていうのが結論。うん、シャンクの即席撃退法の動画に来たんですけども、このシャンクを撃退するために後ろ体重にしても、うん、ラウンドで普通に何回もシャンクしてしまいますと、あと左足下がりの時に必ずシャンクしてしまうと、これはどういう原因であったりとか、うん、あとはそういう対策があるのかっていうところ。まずはちょっと僕スイング見てないから分かんないんですけど、ボールのポジションとかですよね、そういうのを一回全部整えて
それでもって言うんだったらまた教えてもらいたいんですけど、例えば、まあ、9番アイアンだったら、まあ、真ん中でいいかな、センターでいいかなって気がするんで、両足のこの特にこのかかとですね、かかとのこの幅が真ん中に来て、でかつ後ろから見た時にこのターゲットラインに対して肩とかも多分ね、肩がこうなってる人が多いんじゃないかな、シャンクする人はって気がするんですけど、まあ、ここがまっすぐこうキープできて、でこのボールの位置でかつ肩もラインもこのターゲットラインに対してある程度こうスクエアに立ててれば、この状態から大きくシャンクするっていうのはあんまり考えられないので、まず一度このアライメントスティック、まあ、これがなかったらクラブでもいいんですけど、理想的なポジションというものを一回作ってもらって、例えばこれが極端に後ろに重心したけど、まあ、こういう肩がねこう右からかぶってるし、そういうズレが多いので、それをもう一回ちょっと細かいんですけど、まあ、見直してもらえたいなって感じですね。体側上達法みたいなのが、まあ、多分主にこの動画ではあのステップ打ちについてやってたと思うんですけども、うん、これってパターもその止まらないデュースみたいなのはパターも同様ですかみたいな。そうだね、あると思う。こうパターなんかも結構こう少しずつこう動いてて、でよくこうヘッドトントンする人多いね、タイミング取ったりとかで打つとか、あとは普通にこうフォワードプレスして打つとか、結構やっぱパターも同じようにリズムがゴルフってすごい大事だから、自分なりにリズムを取って打つっていう、だからパターも完全に止まらなくていいと思います。同じく最速上達法の動画から質問なんですけども、うん、グリップから動かすっていう、うん、シャフトのシナリを使うイメージ、そう合ってますか？合ってます。シャフトのシナリというか、こうクラブと腕の関係性を上手に使いたい、上手に使いたいっていうのはどういうことかっていうと、グリップエンドから動かすとクラブっていうのをこうむちろに使えるわけですよ、柔らかく。でヘッドから上げちゃうと、もうヘッドにこう力が加わっちゃって、で今度こうむしろ当てようと思うと、こうヘッドこう手で戻してこなきゃいけなくなっちゃうから、あのやっぱりグリップエンドから動かすのとヘッドから動かすのともう真逆の動きなんですね。やっぱりそのクラブの重みだったりとか、あの少ない力で飛ばそうと思ったら、こうクラブの重みっていうのを常に感じておいて、やっぱテイクバック若干ですよ、まあ、ここまでやらなくていいけど、グリップエンドから動かすとヘッドの重さを感じれるから、スイング中にこの特にクラブヘッドの重さを感じておくといいかなと。同じ方の質問なんですけども、止まらないで打つっていうところに関して、あのテーブルゴルファーの中にきますから、うん、初動を完全静止してから始まってるように見えるんですが、人によるのでしょうかって。あ、現像なんかもでもこうやって構えてさ、俺一緒によく回るけどこう常にこういう感じで、でっていう風に、その止まる瞬間はあるかもしれないけど、基本的にこうアドレス入ってからは常にこう少し動いていろいろやって、もしかしたら打つテイクバックの指導の瞬間だけ振って止まる、それもその人なりのタイミングなんで。ただいけないのはこう足踏みもしないしグリップワッグルもしない中でビタッて止まっちゃうのが良くないっていう。多分時松選手なんかは当然その足踏みも多分少しするし、でワックルもこういうワックルは絶対してるんですよ。でこうワックルし終わって最後ポンって止まって打ち始めるっていう感じなんで、完全に止まってずっと止まって何もしない人は一人もいないと思います。自分のスイングテンポを見つける方法があれば教えてほしいです、うん、若い時にやったのがそのメトロノームってあるでしょ、こうチッチッていう、であれのをゴルフ場に持ってきて、でいろんなテンポで打ち比べて自分が一番心地いいテンポってあるんですよ。でそれを常に鳴らして練習する。だから今多分もしかしたらアプリとかでメトロノームのアプリってあるでしょ、どうせ。だからそれでこうテンポ別でこうカチカチカチで鳴らしといて、
で自分がそのスイングしてる時に多分ねすごいタイミングの合う音があるんですよ。タイミングあのそのテンポが。で、あ、これだってそれを見つけて練習中にずっと鳴らしておくとかっていうのを20代の頃テンポの練習としてやったことがあります。風向きによってあの距離や方向がどのように影響するのかよく分かんないという方なんですけども、うん、まあ、いろんな方向から風、うん、吹いてくるじゃないですか、まあ、正面とか、うん、背面も横、うん、斜めからも来る、うん、説明しますね。基本的にゴルフのボールっていうのはドライバーからサンドウィッチまでどう飛んでるかっていうとこうね当たるでしょ。そうするとゴルフのボールっていうのはこういう風に回転しながら飛ぶんですよ。見えるかな、なんとなく分かります。こうやってこうやって当たるとまあなんて言うんだろう、バックスピンっていうかね、その打つ方向に対しては逆回転をしながらこう飛んでいくんですよ。ゴルフのボールってこれがこういう風にね、こういう風に。なのでこのディンプルもそうなんですけど、しっかりこうボールが浮いていく風の影響を受けるように設計されてるんですよ。すごい回転をしながらボールが飛んでるからその風の影響っていうのをすごく受ける。で向かい風に向かってバックスピンでこういう回転をしていくと当然こう上に行く力も生まれるし前に行く力が減るんですね。で今度逆に風がフォロー後ろから押してる時っていうのはまあ飛行機なんかでもそうですよね。風下から風上に飛ぶ飛行機よりも風上から風下に飛ぶ、例えば沖縄便とかでも行きの方が時間かかって帰りの方が早いとかっていう、それはもう当たり前の話なんで、それと同じ現象がゴルフボールでも起こってるんですね。なので今日例えばこの風が風速5メーターぐらいだと思うんですけど、プロゴルファーの方がねそのこのバックスピンの回転量っていうのが多いからその影響力は大きいんですけど、ただアマチュアの人が打つボールでも大いに影響があるので、だ基本的にはそのゴルフのボールっていうのは風上から風下に流される。それが強ければ強いほど流されるし、ゴルフのクラブで言えばまあスピン量、このバックスピンの量が多ければ多いほど風の影響を受けるんですよ。で一番少ないのはドライバーで、一番多いのがサンドウェッジなので、本来ならばサンドウェッジが一番ボールの影響を受けやすいんですけれども、サンドウェッジの大体ドライバーっていうのは3倍ぐらい飛ぶから、この滞空時間が長いじゃないですかドライバーの方が。なのでドライバーもスピン量は少ないけれども風の影響を受けやすいっていう感じです。ちょっと難しかったかな。でまたこうもっと細かい話すると、今度クラブによって当たる場所でこのスピン量というのは変わるんですよ。例えば溝がいっぱいあるんですけど、下の方で当たれば当たるほどスピン量が増えて、上で当たれば当たるほどスピン量減るんですね。で例えばラフとかに入ってこうボールとクラブの間に芝が入るよね、入ります。そうするとさらにスピン量が減る。スピン量が減るとどうなるかっていうと棒球になるんですよ。でなので前に行く力が強くなって上に上がればですね、だからフライヤーとかっていう現象になるんですけど、またちょっとそれを掘り下げちゃうと面倒くさくなるんで、まあ横風っていうのは番手変える必要はないですけど、本当はねでもこうやって今右からすごい風吹いてるんですけど、こうやって打つのとこういう回転をかけて打つのと風の影響が違うから、左からこう風にぶつけるときはクラブを大きいクラブ使うし、乗せるときはちっちゃいクラブを使ったり僕らはするんですけど、まあアマチュアの人とかは左右の風っていうのはあんまり番手いらな関係ないですけど、この向かい風と追い風では絶対普通のちょっとした風でもワンクラブぐらい変えていいです。でこのぐらい強くなってくると、まあ1から 1.5、 下手したら2番手ぐらい変えてくる風速。そうですね、だから朝ねスタート前にゴルフ場のね天気見て風速とか調べた方がいいです。僕ら必ずやってるんで。花村がラウンド動画でよく言っているスピンコントロールが大事なんだっていうと、この考え方ってもうプロだからできることなのか、アマチュアでも実践できるのか、イメージがつかないのでヒントをください。アマチュアの人は難しいと思います。結局入射なんですよ、この入射角なんですよ。スピンコントロールっていうのはクラブがこうボールに対して入ってくるこの入射なんです。
でこの入射の角度とあとはスピードもあるんですけど、これによってスピンが変わるわけですよ。例えばちょっとこう極端に上から入ってくる人はスピンが多かったり、逆にシャローに入ってくるとスピンが少なかったりとか、であとはそのクラブでいう芯、さっき言ったその溝1本とか2本でもスピン量が変わってくるんで、じゃあどうやってスピンをコントロールするかって言ったら、やっぱりこの入射角をいつも一定にしたいんですね。で柔らかいグリーン、特に日本のツアーなんかでもそうなんですけど、柔らかいグリーンだと入射が重要じゃない。スピンがあってもなくても止まってくれるから。ただすごいグリーンが硬くなってきたり、セッティングハードになってくる、例えば全メジャーとかねなってくると、やっぱり入射が正しくないと風の影響の計算もしづらい。でプロのトーナメントとかでもフェアウェイとかからこう大オーバーしたり大ショートしたりする人っていうのは、僕から言わせるとスピンコントロールが全然できてない、入射がばらつきが多い人なので、やっぱプロゴルファーでも上手い人っていうのは縦距離がすごい合う。でこれをね、やっぱアマチュアのゴルファーの人が求めようと思うと結構難しいんですよね。やっぱりこの辺のその、例えば今僕が使ってるボールっていうのはタイトルストのプロ V1X っていうボールなんですけど、どのメーカーさんでも出してる、まあ、一番そのいわゆるスピンが多いで柔らかくて止まるっていうボールを使って初めてなんか差が出てくるかなっていうような感じなんで、まずはねアマチュアの人はその最初はスピンコントロールよりも方向性の方が大事だと思うので、トーナメントとか難しいセッティングになると初めてそのスピンコントロールの大事さが出てくるんで、ちょっと僕とかはねやっぱツアーの方でやってる時間が長かったんで、自分のそのボールの飛んでいく時の回転数とかっていうのをすごく大事にするタイプなんですけど、まあアマチュアの皆さんはまだそこまでじゃなくていいかなって気がしますね。たくさんの質問いただきありがとうございました。やっぱゴルフはですね、動きも複雑だし、人によって感じ方とか当て方とかこうもう全く違うんで、これだけやっていけばいいとかこれが正しいよっていうのは実はあんまない気がやっぱり最近よくしてるんで、本当に些細なことでもいいですから、その自分はこう感じるんだけど実際のところどうなのっていうところみたいな細かい質問ってなかなかそのゴルフ雑誌とかこの YouTube でも語ってくれない部分が多いと思うので、普通に疑問に思ってるところとかをですね、どしどし質問してきてもらえればですね、私はちゃんと答えますんで、分かんなかったからもうちょっと詳しくみたいなのも対応しますんで、ということでですね、どしどし遠慮なく何でもいいんで質問してきてください。今回の動画見ていただきましてありがとうございました。どん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 コメント欄にですねやってほしいことを書いていただければ、もう随時いろんなことにトライしていきますのでよろしくお願いします。チャンネル登録とですね通知もオンにしていただいて、次回もお楽しみにしてください。